大内沙和子さんの手書き友禅のコーナーに来させていただいてます。大内先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は何かイメージされているものですとか、はい、テーマをちょっと一つ一つご説明いただけるとありがたいんですが、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。手書き友禅をしております大内と申します。こちらの帯から説明しますと、はい、これは昔からあるこうかつら帯って言ってこう横に段になっている模様と宝づくしの伝統模様を組み合わせているんですけど、よく見ると電車をモチーフにデザインして、線路とこう走ってる電車にも見えるような感じで、デザインしてみました。はい、斬新で非常に面白いですよね。ありがとうございます。これは先生なんか、はい、どのような。これは夏の生地で炉というこう透け感のある生地に、花火をイメージして、はい、描いたものです。はい、でこれはこちらの友禅 の糸目のり置きの工程ではなくて、仕上げの金粉と糊をこう筒書きで描く技法を使用して、地色を染めた後に金糊で線を描いています。はい、こちらは先生また、はい、こちらも同じく夏の季節にと思って作った帯で、ひまわりがモチーフになっています。でひまわりなんですけども、よく見るとこの真ん中のところが時計の針がちょっとなぞらえていて、タイトルもサマータイムというなるほどタイトルにしました。もうテーマがあるわけですね。はい、こちらはどのような、はい、こちらは見たまま海辺のイメージで、貝をモチーフにちょっと爽やかな、で透け感のある夏と一重の時期に着ていただける帯になります。はい、こちらは、はい、こちらはこの生地の模様を生かしてイメージのきっかけになったのは、木琴と木琴の音色をイメージしてデザインしたものなんですが、この七宝模様っていうもう本当に昔からある模様が自分としてはよく好きで取り入れるんですけども、その丸いシルエットとこの縦にこう模様が織られている生地の感じを生かして作ったものです。今いろいろお聞きしたんですけど、こういつも何かそういう伝統的なものと、はい、こう新しさをこう融合させたデザインが多いんでしょうか、それともなんかこう今回はこのイメージっていうふうにお作りになるんでしょうか。そうですね、割と自分のやりたいというか思いつくもののデザインが、その昔の伝統模様を生かした今のモチーフとの組み合わせっていうものが多いので、今回特にっていうよりもこういうものを普段作っていますという形で、はい、出品させていただきました。いつもじゃあこう、はい、なんかデザインから先にお入りになるんですか。そうですね、絵画と違ってその染め友禅は途中からやっぱりこうしようっていうのがなかなか変更しづらい技法なので、まず本当に生地に白い生地に描く前に下図とかその出来上がりの構想は考えてからスタートするっていうのが基本になります。今回皆さんにどこをこう強調して見ていただきたいでしょうか。そうですね、その伝統だけじゃなくてその今の時代にもこうちょっと取り入れられやすいというか、その自分の装いにこうちょっと面白さとか、うん、で見た時にこう会った人とここ本当はこうなってるのよとかっていうお話が膨らむような、そういう
楽しいあのきっかけになるようなものができたらなと思っているので、そういうところを見ていただけると嬉しいです。はい、あの最後にあの今後どのようなあのものをお作りになりたいでしょうか。やっぱりさっきも言ったんですけど、うんうん、あの見てる人や着る方がこう楽しい気持ちになれるようなそういうものをこう作り続けていけたらいいなと思っています。なんかとてもあのほのぼのとしたあの、はい、こうずっとここにいたいなっていう雰囲気にさせていただける作品でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。